遺伝研の DDBJ の正原と申します。大久保研究室にいます。助教をやってます。で、大久保研のその遺伝子発現研究室っていうところにいます。で、いつもここに来るときは大体コンピューターの話をするので、いつもここではコンピューターの話ばかりしてたから違う話にして、急にさっき振られたので違う話にしてみようということで、発言解析の話にしようかと思って、いつもとは違う話をします。で、私は出身はその、大学は東大の生物学部で、それから修士で九州大学のその集団理学の研究室に行って、まあ、そこから20分後また東大に帰ってくるんですけどでも一応世の中的には集団理学を出た人と思われています。で、遺伝学の人って最近少ないと思うんですけれどもいわゆる集団遺伝学ってすごい古典的な遺伝学で、その例えばですね、まあ、今みたいな場だからいいか、うちのかみさんとかその東大病院でその、受精卵に精子を打ち込んでその不妊治療とかやってるんですけど、ある時かみさんが僕に聞くわけですよ。そのある患者さんが来て、そのちょっと男の人の方の染色体に点座があると、でこれで、不妊になるかどうかっていうのを調べられるかっていうんですけど、普通の遺伝学の人の常識から言うとね、そんなもので不妊になることはないんですでもそれを知らんかと、まあそういうことですよね。その どうしてならないかっていうと、その染色体の異常があると、その異常者同士は子供が生まれて、異常じゃない人が異常と正常の間では子供が生まれないとすると、そこで主分化が起こるっていう理屈があったんですね、昔から。完全に否定されてるんですけど、ポン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 子供生まれるから全然そんなことはないっていうことは完全に否定されてるんですけど、まあそれが古典屋さんの その常識っていうかなんですけど、まあ最近あまりないですよねそういうで、まあそんなことがあった時、まあちょっと集団遺伝学の話を、するのかなっていう。で、集団遺伝学っていうのは、メンデルの法則を使ってダーウィンの法則を説明するっていうのがスタートラインですね。で、20世紀初頭にそのフィッシャーって人が、その理屈を作って、で、まあ、1930年代終わりぐらいに大体理屈ができていて、でフィッシャーが唯一間違ったというか指摘しそびれたところは、その生物集団というのは無限というふうに禁じてよいと、無限集団だと思ってよしというふうに考えたわけですけれども、1950年代ぐらいにソウル・ライトとか、その木村元さんとかがその、有限集団と考えざるを得ないと。で特に配列データとか見たときに、その有限集団の相当が見えてるっていうのが中立説なんですよね。で、で中立説が出て、中立説を使うと、その系統樹がこう配列データから書けるっていうのが分かって、で、分子進化っていうのは一定のスピードでこう進むと。でも一方逆側で、その形態進化の方は全然スピード一定じゃないわけですよ。で有名な例はカエルと哺乳類で、カエルって2億年以上の歴史があって、2億年分ちゃんとゲノムが違うんですけれども、その形はどこを見てもカエルはカエルと。で哺乳類の場合は、1億年ちょいの歴史でゲノムもそのぐらいしか違ってないんだけど、まあ空飛ぶやつも僕に飛ぶやつもなんでやねんと。でで、分子進化と、形態進化の、そのスピードの違いっていうのをうまいこと説明しろっていうのは、その木村元さんのその何ていうか、まあ、残した大きな問題なんですけれども、でそれは、遺伝子発現が重要なんじゃないかっていう理屈が1970年代からあります。でそのそれが、マイクロアレイとか今の RNA-seq とか使えば、そのこそっとデータが取れるわけで、それを使ってその、測定して、で何が起こっているのか見ようっていうのが、まあ最近というか2000年からこっちぐらいでやっています。でそれの話なんですけれどもこれがすごい初期の頃の、ね、2002年ネイチャーに載ったものなんで、こういう2種類の魚が海にいるメダカの仲間なんだそうですけども、いまして、で、この点々1個1個の遺伝子ですよね。で、横側が、集団内の
発現量のバリエーションで縦の甘さの集団間のバリエーションになっていて、でなんかこう相関が出るから、その集団内のバリエーションと集団間のバリエーションに相関があるっていうのは中立進化に違いないっていう論文がこれでございます。で、同じようなあれで今もこの人いますけど、ガイズリッチとかいますけれども、霊長類の系統でその横軸が時間で縦軸が、エクスプレッションダイバージェンスといわれるなんかとある量なんですけど、まあバリエーションの平均値みたいなやつなんですけれども、時間が経つにつれて線形にずっとこうバリエーションが短くなっていくと、で中立に違いないっていう理屈が出たと。で一方でですね、症状場合でやるとさっきのこのように対応する例なんですけど、こう L 字の分布が出てくると、でセレクションに違いないとこの人は、まあ、言い始めたわけですね。そのでもうちっちゃかめっちゃかな状況になりまして、やる人解釈が全然違うんですね。でこの、まあ、2006年頃のあれですけど、あんまり最近になってもあんまりさほど進歩してないので、こんな絵で十分なんですけども、ある人はその、ほとんどの遺伝子がどこのからというか、ナチュラルリストのだから中立で説明できる遺伝子の数がある人は 7% ぐらいである人がほとんどだったって言ってて、セレクションを受けてるのが 25% でとか言ってる人もいれば、ゼロだって言ってる人もいれば、いろいろであります。で、しっちゃかめっちゃかの状況にあるんですけれども、なんか間違ったスライド出してる気がする もう一つの現象は、高校先生がよく言っているあれで、そのこれ人の肝臓の、発現プロファイルなんですけども、肝臓で一番たくさん出てるのは ROD遺伝子で、2番目に出てるのは PDB 番目にカーボチェーンという遺伝子 で横軸に、何番目にたくさん出てますかっていうランクを取って、縦軸に、頻度を取って、それを対比でいくとまっすぐな線があると。これ RNSEC でもそうですよね。 RNSEC でもその全部で、きっちり最後まで見てませんけれども、すごい普通の軸で書くとすごいハイリスキュードのディストリビューションになって、カーリンセットのデータも同じようになりますよね。でこれどの生き物でもなんか似たような、どの生き物のどの時でも似たような傾向になります。でこれをこのしっちゃかめっちゃかのいろんな、発言に関する観測を どうにかして一発で説明しようという、そういうお話でして、だんだん飽きてくると思うんですけども何を言ってるかっていうと、ここ今日の話の一つのメッセージはおそらくこれだと思うんですけども、理論立てるのって、生物の理論立てるのって、一般にすごい難しいと言われてると。何が難しいかっていうと、一般にその理論モデルの目的っていうのは、現象をこう急速展開することなのであります。これを理解してもらわないと、何を言ってるのかそもそもわからない。現象っていうのはいろんな要素がごちゃごちゃと混ざってきた何者かであるんですけれども、それを、独立の要素に分けていく、で大きい順番に並べてください。これが目的なのであって、で簡単な理論を作るの簡単なのはこの1個でピョンと説明できるやつは簡単に現象と理屈が合いますから、話はすぐ終わるんですけども、生き物の葉っぱや交換がザーッと続くと、でそのザーッと続いたのをいきなり作るわけにいかないので、しょうがないから最初の3つとか2つとかのそのモデルで止めざるを得ない。そうすると現象に合わない状態をちょっとしばらくなら許してくれっていう、それができなければもう全部一斉に話をするかっていうのはまあ無理なので、その一個ずつ作っていくしかないのでありますよ。で多分これがそのあれだと、レビューアーとかと喋っても、大体こんなようなところで揉んでるというところだと思います。で、あとはその、この現象に関する細かい話なんですけれども、私のモデルは一番最初は、発言進化っていうのは、今の現世代の発言量に何かランダムの係数かけると、次の世代の発言量になるっていうのは、ベースの、さっきの、急速展開でいくと第1項に相当するところであります。これの実験的根拠はこれで、
縦をこう、ロム取った時のバリアンスを取ると、無双感になりますので、それさっきのモデルと私と同じこと言ってますよねっていう。で、このプロセスをずっと繰り返していきますと、中心局面定理から、めんどくさいから飛ばしますけれども、中心局面定理から、体組積運行して、まっすぐな線に乗ります。だけども、中心極限定理から分散が無限大に飛びますから、線がこうどんな分布から始めてもまっすぐな線になるんですけど、そのうち分散がどんどんでかくなってこう一人勝ちの状態になると。で、これじゃいかへんけということで、境界条件をつけましょう。まず、メッセンジャー RNA の細胞内の分子数っていうのは、まあ、30万から50万って言われてますから、この辺でしょう。あとはその発現している遺伝子の数っていうのが1万から3万ぐらいだと思ってください。で、ある一定以下に落ちたらその遺伝子は機能しないんだという、多分1コピーなんでしょうけど、というそういう条件を入れますと、まあ、この線の辺結構乗ると。今のがだから第2項目に相当するところですよね。で、でパラメータどんどん振っていって傾き、この B って値が、さっきの、傾きの絶対値なんですけども、これが1になるであろうパラメータの範囲ってどこら辺ですかっていうのを書いたのがこの絵なんですけども、まあ、かなり広い範囲でいきたいと。この線が横に寝てますから、さっき言った N とか M とかっていう値は、そんなに重要じゃなくて、重要なのはこの発現に必要な発現と細胞内まで1コイヒットパーセル以上存在しないと嫌って言ってる、この説明はちょっと後で、まあ、言いますけど、まあいいですすいません、うまく説明できません。で、このモデル、ここまでが多分調律のモデルで、ここで説このモデルを使うと、さっきこっちがセレクションでこっちがニュートラルだって言ったんですけど、このモデルは、この L 字の方を予測します。 L 字になるはずなんです、3は解くと。で、この丸がどこから出てくるかっていうと、実は、実験、僕の理屈で言うと、実験の、やり方が違うからで、こっちが、こっちが G1 チップか。で、こっちが2色方のマイクロアレイでやってるんですけど、こっちの統計はその自由度がでかいので、この L 字、本当は同じものを見てるんだけども、自由度がでかいがためにこう丸く見えるだけ、アートファクトというのが僕の結論であります。で、だから別にこんなのセレクションでも何でもないので、解釈、ここで分かることは、そのモデル、キム化成で相当するちゃんとしたモデルがないと、そう考えるから、なんとかとか言ったらいけませんよっていうことですね。で、これやってる間に、もうちょっとまともな、なんていうか、別の人が出したモデルもあって、まともっていうか、どうだかなと思ってるんですけども、この人たちが言ってるモデルは、それぞれの遺伝子には自分の最適な発現量、進化的に最適な発現量になりますというものがあって、そこから離れるとセレクションが働いて元に戻る力が働きますという、そういうモデルなんですけども、このモデルでいくと、この線が説明、さっきここの線に載ってたんですけど、この線が説明できないと、当たり前なんですけども、各遺伝子にこの平均値である、ラムダ i っていう最適な発現量が存在しますから、その最適な発現量自体が、体数積分布の上に載ってないと必ずずれる。で、体数積分布に載ってる理由は特にないので、これで説明しないでしょっていうのが私の理屈で、じゃあ代わりにどうすればいいのかっていうと、ある遺伝子は別の遺伝子よりも、少ないくないと嫌とか多くないと嫌とか、そういう形のセレクションのコンストレントが働いてるんでしょうと。そうだとすると、背の上に乗って、で頭がちゃんとこけるような、そういう絵が出せますよと。まあ、でもこれ、まあ、セオリーですから本当かどうか分かりませんけどね。そのですけど、まあ、一つの説明として、そうなりますっていう、そんなお話
話でした。で、言いたいことは、まあ、さっきのスライドでして、セオリーで、その、こういうの出すと本当ですかみたいな、その、この理論合ってるんでしょうかみたいなことを聞く人がいるんですけども、合ってるかどうかなんて分かる、別に神様じゃないから分からないんですけども、まあ、だからみんなしてこういうふうに式を展開、式というか、こういうふうに説明を展開して、で、例えば重要な要素が一つ抜けていたとか、このぐらいのところでどのぐらいまで説明できるのかとか、そういうことを議論すれば良いのであって、まあ、だんだんにその現象がたくさん分かっていって、それを説明していくと、だんだんに、まあ、真実に近づいていくんでしょうというふうに考えております。はい、以上です。ありがとうございます。